たんですね。で実際に、シリア等でもですね、バンバンその核兵器が使われてるわけで、それをロシアの方で見てるわけですから、おそらく核兵器よりも、化学兵器、生物兵器の方が敷居が低いかもしれない、クイズさんの頭の中に。その場合にはやはり強い危険な状況になるという通過します。こういう情報を先に言うことで使うことを抑えられる、その抑えられる、倒れても立ち上がろうとする真の強さに育まれる。